今日はいつもより待機列が短かったので食肉のもつ煮をいただきました。お味の方はいつもと変わらず、鹿島スタジアムのもつ煮はやっぱりこれだなぁと思うようなクオリティで、濃厚かつ芳醇な味わいでした。かなり熱くなってきています。スタグルはもちろんしっかりと水分補給をして勝ちましょう。美味しかったです。ごちそうさまでした。本日の2品目もこちら、いつもおなじみもつ煮丼をいただきました。1品目を食べた後、なんだか力不足だなぁというような気がしたので、こちらいつも通り大盛りをいただきました。食べた途端力がみなぎってきて、今日の試合も勝てそうだなぁという気がします。かなり熱いです。しっかり食べてしっかり勝ちましょう。美味しかったです。ごちそうさまでした。当たり前。
Oh!